1990年プロ野球の主役はルーキーだった。長い歴史の中でかつてないハイレベルなピッチャーが揃っていた。ベテランと呼ばれるようになった今、彼らはチームの顔、球界を代表するピッチャーとして自らの理想に限りなく近づきつつある。その一方で、当時栄冠を手にしたこと、彼が表舞台に出ることは今やほとんどない。与田剛は9年目のシーズンをファイターズ与田としてスタートした。彼は今シーズンに最後の勝負をかけていた。こういうふうにね、当たり前のように任務来てますけど、やっぱり去年ね、切れなくなるっていう思う時期がありましたから、だからこういうふうにグラウンドに入れるっていう、選手でいられるっていうことはすごく僕にとってね、すごく幸せなことなんで。与田は89年ドラフト1位でドラゴンズに入団。開幕戦からいきなりリリーフを任され50試合に登板、新人王と最優秀救援投手の2つのタイトルを手にした。最大の武器は常に150キロを超えるストレート。新人らしからぬ独特の威圧感で、その存在をファンの心に強烈に印象づけた。ところが95年4月を最後に一軍のマウンドに立つことはなくなり、翌年マリーンズへトレード、去年自由契約となりファイターズにテスト入団した。新人王を取った選手がテスト入団するケースは与田が初めてである。引退したんですかって思われるようなことっていうのは本当屈辱なんですけども、でもまだ体動く、まだ投げたい。再起をかけるはずの与田に思わぬ誤算が起きた。2月半ばから投げると右肘に激痛が走るようになってしまった。長年の激しい動きによる疲れから肘の内側と後ろ側に骨のトゲができてしまった。そのトゲが骨とぶつかり痛みと炎症を起こしていた。痛みが取れるんだったらもう、もう一球投げた後はもうちょっとしばらく休まないと痛いぐらい痛みが来るんですよね。もうこれだけ痛みが取れない、もうそしたら切って削るしかない。4月30日手術当日、やっぱりいざ近づくと怖いですね。あ、そうですか。どうなるんだろうなと思うじゃないですか。長男まさしくんは父親が一軍で投げる姿を見たことがない。マークバイバイってパパ行ってらっしゃいって。マーク、まあ、またね。やだよ、すぐ帰ってくるから。頑張ってねって、頑張ってねってほら、すぐ帰ってくるからね。はいはい、頑張ってねわ。じゃあな、バイバイ、よろしく、頑張ってね。はい、こんなにしてきたいね。テスト入団した彼はすぐに手術をさせてもらえる立場ではなかった。あらゆる治療を試みたが痛みは取れず、最終的に手術に踏み切るまで2ヶ月以上も費やした。手術では肘の後ろ側のすさくれだったトゲを内視鏡で取り除き、続いて内側の飛び出した骨を削り取った。怖くない怖くない、パパね。3時間近くかかった手術は無事成功し、病室に戻ってきたのは夕方6時近かった。パパ大丈夫？どこ行った？3ヶ月でマウンド復帰というようなことを今予定しています。なんとかオールスター終わる頃までに戻れればと予定していますけど。手術後は右腕が曲がらない生活を強いられていた。食事なんかもね、
曲がれば指先使えるから食べれるんですけどね、曲がらないから全部左じゃないですか。はい、すごく面倒くさくて。練習はまず腕の曲げ伸ばしから始まった。あ、疲れた。あんまりこういう突っ張りっていうのはボール投げてる感じではないんで、やっぱこの辺まだ腫れてますしね。ここ数年右肘に違和感があり、思い切り腕を振ることができなかった。その原因は手術で取り除いたものの、手術による痛み、筋肉の腫れはなかなか取れなかった。腕が普通に動かせるように